ございます。じゃこきちゃんもハートありがとう。ハートカオさんアイスありがとうございます。サメサメジジマークハートありがとう。サビューイング、おはよう。それいいね。ゆりがたさん、はいちゃん、ゆうぼうさん、かわいい、ありがとうございます、そう、なんか全然ね、夜型すぎて眠くなさすぎて、夜がめっちゃ起きてたかもしれない。そうしたら眠い。ピッチャーかわいい、ありがとうございます。ゆすりさんお疲れ、ありがとうございます。日曜から日曜ならいいや。日曜ならいいであろう。あやみちゃんハートありがとうございます。通知来た瞬間通り、ひさきちゃん嬉しい。うれしい。あーやーこぶしようさん合ってる読み方。おはよう、初見ありがとうございます。 ST48 いろしわ県出身15歳、ありちゃんことみなおしありさです。よかったら右上のハートをポチッとルームフォローお願いします。こぶしおうさんありがとうございます。ありがとう。あゆみちゃんコロスケりゅうたさんハートありがとうございます。ハートありがとう。覚えてるかな、みさきちゃんのこと。そんなすぐ忘れないよ。おはよう、おはよう。ゆうたさんハートありがとう、ありがとう。トントントン。サビ、おはようございます、おはようございます。うりが、あ、出た。なんか来たぞ、庄司くんだ。やっはー、庄司くんじゃん。クリちゃん団子ありがとうございます。なんかすぐ僕でハードです。それは寒いさ、それは寒いさ。アバカは毎回でかい。なるほど、覚えてるよ。どうもレアキャラです。レアキャラが来てる、わっしょい。わっしょい。おはまる。そういえばじゃじゃじゃーん、こんな感じ。さあ夜勤でリップ立てをゲットして、立ててみたぜよ。そう、これを映える感じに置きたいんだよね。でもいい感じ。ディリリリン、ディリリリン。でもなんかね、この仕切りがなんかいまいち微妙い。このなんか下にデザインがある系のやつにこう入れたんですけどね。そう、眠くなさすぎて昨日の夜やったよ。あー好きね、確かに。でも箱が欲しかったや、可愛かった。じゃじゃーん、
十五の完了です。ありがとうございます。羽がきゃゆい。てててーん、三段ボック四段ボックス元からもう四段つい、これめっちゃいい、じゃじゃん、元から四段ついてる、四段ボックスにめちゃめちゃ入ってる。え、開かないじゃん。そう、え、なーぜですか。え開かないよ。嘘でしょ。こんな感じで飛び出てる、引き出し型、うん、すごいでしょ、これいいね、うん、こんな感じで、でででで、可愛いでしょ。でシンプルすぎたからメガネを上に置いてみたら映える。ダイモンさん、サザエとビビットマークハートありがとう、イエーイ、いいね、うん、かった、これだ。こういう時はこれを出してって開けばいいんだよ。違うところに入れよう違うところに入れるしか、ここにしよう。これで安全だ。おはようさん、ジジマークだるまありがとうございます。オッケー、うん、セブーイ、寒いね。マイナス2度ってやばいね。え、マイナス2度冬やんそれ、やばない。うん、イエーイ。おはようさん、サイモンさん団子ありがとう、ありがとう。昼配信は今日はやらないです平日だからね、夕方かな。おはよう、うん、ビュー、グッドモーニング、グッドモーニング、うん、脂肪が降りるレベルがやばいねそれは冬じゃね、もう何月、もう4月やん、なんでそんな寒いんだ。おはっす、おはっす、あいくんじゃん、おはっす、やっほー。エスベイさん、だるまありがとうございます。うん、桜満開だよ、そういうのすごい、見た、見てきたぜよ。やすべさん、だるまありがとうございます。春休み、あーなるほどね、確かに、いつまでなんでしょうか。てっちゃん、とうとい、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、おはようす、おはようす、うん、お腹すいたぜよ、おはごはん食べようか、うん、朝ごはん食べましたか。
レーク、コーンフレーク、あれやん、ミルクボーイさんみたいだね。今から食べる、いいね。うん、朝ごはん、朝ごはん、あ、松岡柔道さん。うん、そういえば、そういえばさ、を書かなきゃ。うん。今日は月曜日ということで、新しい標語を紹介します。キシキシ。忘れてた。よし。よし。最近は元気にしたとしやくんもいるじゃん。やっほー、どうした、うれぴーよ。じゃじゃん、日めくりカレンダーの第2弾、君の限界は宇宙の果てだそうです。今週の標語は、おう、ジージーマークだるま、ありがとうございます。そう、松岡修造さんの標語を1週間に1個紹介するコーナー。君の限界、あ、間違えた。限界は宇宙の果て。OK!ダダンダンダダダンダンダダダン。今週の標語はこちら、君の限界は宇宙の果てです。星でも書いてあるね。宇宙の果て、てん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 。いいんじゃない宇宙の果て、可愛くなった。星をつけました。自分の限界って誰が決めるんだろう。家族、友達、先生、上司、それは他の誰でもない自分自身が決めるものなんだ。君がもう無理だと思ったら先には進めなくなる。でも苦しさを乗り越えたら、昨日まで限界だと感じていたことも今日の自分には限界ではなくなるんだ。そうすれば君は宇宙の果てまで伸びていけるぞ。おーって感じになってます。今週の標語は、君の限界は宇宙の果てです。イエーイ、今週も頑張っていきましょう。おーてっちゃん、なるま、ありがとうございます。いいね。やっからし、君の限界は宇宙の果てだ。頑張っていきましょう、今週も。いや、うん、ハンガーにかけて飾って。いや、オッケー。バンデラモンスターさん、ハートありがとうございます。うん、頑張っていくぞ。お、いい感じのタイミングだ。
ったよ。うっそー、なんで今日は閉まらんくなったり開かんくなったりするんや。それでは血流レーズいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサ号出航。はい、ありがとうございます。高校1年生アリちゃんこと峰推しアリサです。イエーイ。ありがとうございます。それではギフトを読みます。パンジャラさん、てっちゃん、やすべえさん、パンジャラモンスターさん、みゃんこ先生、サイドケイさん、ジージーマー君、さすらいの旅人マー君、クリちゃん、リュータさん、コロスケ、あゆみちゃん、てっちゃん、クリちゃん、ゆうぼうさん、ひとりごとさん、母さん、ジャビジャビさん、ダイナソー、チャコキッちゃん、ギフトありがとうございます。ではギフトじゃないじゃないじゃないランキングいきます。13位ひとりごとさん、12位サイドケイさん、11位ゆうぼうさん、10位キズナックさん、9位サイモンさん、8位ヒゲのマサさん、7位ユイチダビッドソン、6位ヒデジロウさん、5位ビクエブさん、4位ヒデさん、3位マネラモンスターさん、2位てっちゃん、1位はうん1位は、ヤスベイさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございました。今日からまた1週間頑張っていきましょう。応援しております。それでは今日も頑張ってください皆さん。それではバイバイ。ありがとうございました。メール送りたいと思います。バイバーイ。ありがとうございました。ほいじゃの。